バルトロメエステワン・ムリー・リョによる幼少の頃のキリスト・プラハ通常ユダヤ人の男子は13歳でバルミツバを行い宗教的に大人の仲間入りが認められる。その準備は12歳から始まる男子の義務は、杉越の祭りと七州の祭り、カリアンの祭りをエルサレムで守ることであった。特に重要であるのが、杉越の祭りで巡礼者たちはエルサレムに行って、 最低二日間滞在することを義務付けられていた。十二歳になったイエスは、両親と一緒にエルサレムに巡礼した。両親が義務を果たして、キロに着くとイエスがいないのに気づいて、エルサレムまで戻った。三日後に、両親はエルサレムの神殿で、ラビたちと語り合っているイエスを見つけた。その聖書理解に、学者たちが舌を巻いた。 両親はどうしてこんなことをしたのかと尋ねた。しかし、イエスはどうして自分を探したのかと逆に両親に問うた。ルカが記録しているこの出来事は、主イエスが旧約聖書の知識をあらかじめ獲得されていたことを示している。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているのだろうと言った。 一般的に外転とされているトマスによる福音書には、聖典よりも多くイエスの幼少期の記述がある。ルカ福音書は、その誕生物語の最後に、神殿における十二歳のイエスの物語を、イエスの少年時代のエピソードとして叙述している。ここでは、誕生物語と十二歳のイエスの物語との間は全く空白であり、ルカはそれを幼子は成長し、知恵に満ちて、 力強くなり、神の恵みが、いつもその上にあった。という句で埋めている。トマスによるイエスの幼児物語は、この空白を埋めようとしているように思われる。それは5歳から12歳までのイエスの物語であって、ルカ福音書の神殿における12歳のイエスの物語で終わっている。参考までに第1章と、第2章と、第6章と、第13章、第19章を載せる。 第一章、私、イスラエル人トマスは、違法人からなるすべての兄弟に、私たちの主イエス・キリストの幼年時代と、彼が私たちの地で生まれて行ったすべての大いなる業を知らせる必要があると考える。その始めは次のようであった。第二章、この少年イエスが5歳の時であった。雨が降って、流れの浅瀬で遊んでいた折、流れる水を穴に集め、 即座に記くしてしまった。しかも言葉で命じただけであった。また柔らかい粘土をこね、それで十二羽の雀の形作った。これを作ったのは暗息日の時のことであった。そして他のたくさんの子供たちが一緒に遊んでいた。するとあるユダヤ人がイエスが暗息日に遊びながらしたことを見て、すぐに言って彼の父ヨセフに告げた。ご覧なさい、あなたの子供は、 小川のほとりにいて、泥を取って十二羽の鳥を作り、暗息日を汚した。そこでヨセフはその場所へ来て、それを見、大声を上げていった。なぜ暗息日にしてはならないことをする。するとイエスは手を打ってそのスズメに叫んでいった。行け。そうすると、スズメは羽を広げ、泣きながら飛んで行ってしまった。そして、ユダヤ人たちはそれを見て驚き、行って、頂上の人たちに、 彼らが見た通りにイエスのなしたことを物語った。第六章。さて、雑界という名の教師が何かの折に、そこに居合わせ、イエスがこんなことを父親に言っているのを聞いて、子供なのにそんな口を聞くので大変驚いた。それで数日後ヨセフに近寄っていった。あなたは賢い子を持っている。知性があります。サージを習わせにこの子を私のところによこしなさい。 そうすれば私が字と一緒にあらゆる知識を授け、またすべての年寄りに挨拶し、その人たちを先祖や父親のごとく、敬い、また同年配のものをも愛することを教えましょう。そしてすべての文字をアルファからオメガまで正確に吟味しながらはっきりと言ってみせた。しかしイエスは教師雑会を見つめていった。あなたはアルファの本性をも知らないのに、どうして他のものに、 ベーターを教えるのですか偽善者よ、もし知っているなら、まず第一に、アルファを教えなさい。そうすれば、ベーターについてもあなたを信じましょう。それから教師に、最初の文字について、質問を始めたが、教師は彼に答えることができなかった。それから、たくさんの人が聞いている前で雑会に行った。先生、第一の文字の構成秩序について、聞きなさい。そして次の点に、 注意なさい。斜めの線と真中の線があるが、それはご覧のように一緒になる線を横切っていて、一点に集まり、上に上がり、臨部して、また分岐する。アルファは三部の同種の同じ長さの線を持っている。第十三章、彼の父は大工で、その頃は隙やビキを作っていた。ある金持ちから彼に信頼を作るよう注文があった。しかし一枚の板が、 その反対側の板、より短くて、ヨセフが何をしたらいいかわからないでいると、少年イエスがその父親、ヨセフに言った。二枚の木を下に置いて真ん中から見て、一方を同じに合わせてください。それでヨセフは、少年が言う通りにした。するとイエスは、他の端に立ち、短い型の木を掴み、それを引き伸ばし、他方と同じ長さにした。その父ヨセフはこれを見て驚き、 子供を抱いて口づけしていった。私は幸いだ。神様がこんな子を私にくださったのだから。第19章。さて、彼が12歳だった時、両親は監修に従って、巡礼の人々と一緒に、杉越の祭りに、エルサレムへ行った。そして杉越の祭りの後、家に向かって木戸に着いた。すると、その途上で、少年イエスは、エルサレムに登って行った。 それでも両親はイエスが巡礼の人々の中にいると思っていた。彼らは1日の道中を知ってから親戚の間でイエスを探したが見つからないので悲しんで探しながらもう一度町に戻った。そして3日目に彼が神殿で教師たちの間に座って耳を傾けたり質問したりしているのを見出した。皆が注意を向けてどうして子供でありながら 立法の要点や預言者たちの比喩を解釈し、長老たちや民の教師たちの口をつぐませたりできるのか、驚いていた。そこで、母マリアが近寄って言った。どうして、私たちにこんなことをしたのですか。こよ、ご覧なさい。心配して、あなたを探していたのですよ。そこでイエスは言った。なぜ私を探すのですか。私が必ず父のところにいることがわからないのですか。それで、 立法学者とパリサイ人たちは言った。あなたはこの少年の母ですか彼女が私がそうですと言うと彼女に言った。あなたは女の中で幸せな方。神があなたの腹の身を祝福されたのです。本当にこのような尊厳と徳と知恵とを未だかつて見たことも聞いたこともありません。そしてイエスは立って母に従って行き、その両親に服従していた。 しかし母親はすべての出来事を心に留めておいた。そしてイエスには知恵も年齢も恵みも増していった。せいせいに彼に栄光あれかし、アーメン、ありがとうございます。